どうも、ねずっちです。アメリカテキサス州にですね、ほぼオートメーション化されたね、マクドナルドがあるんだそうです。注文をするとですね、ロボットが商品を運んでくるというですね、店員さんの姿は店内には見当たらないっていうんですよ。ただ奥の厨房ではね、人がハンバーガーとか作ってるらしいんですけどね。すごいね。言ってみたらね、この靴下どうするって言ってね、言うのと一緒ですよ。ハイテクっつってね、ハイテクだなと思いますけどね。そのうち本当にハンバーガー作るとかもね、全部機械化されちゃうかもしんないね。そうなると人がいらなくなっちゃうからちょっと怖い感じしますけどね。日本では昔からね、小学校がもう完全にオートメーション化されてますよね。されてない？でもよく聞きますよ、全児童って。ねずっちです。ではまた。